日本の近代文学に大きな功績を残した坪内逍遥さんが亡くなられたのは昭和10年の今日でした。坪内さんは明治18年27歳の時に当世書生かたぎや小説神髄を引っ提げて登場、あの頃の文学界に春風を巻き起こしたんですね。そして劇作家としても活躍、縁の行者とか霧一葉なんていうドラマを書きました。このうちは坪内さんの自宅兼演劇研究所、これはまた随分古いフィルムですが昭和2年のもの。坪内さんがこれから親友の早稲田大学総長高田早苗さんに会いに行くところ、この頃坪内さんはシェイクスピアの全集を翻訳中、そして早稲田大学の先生もしていました。いやー、いらっしゃい。出迎えてくれたのは高田早苗さんと市島春城さん、このお二人と坪内さんは早稲田の三郎と言われていたそうですが、仲良しトリオですね。ところで昭和2年11月に坪内さんは長年教鞭をとっていた早稲田大学から去ることになり、今日はその最後の講義。坪内さんの名講義も今日でおしまいと学生さんやお弟子さんがたくさん押しかけてます。満場の拍手に迎えられて坪内さんの最終講義はシェイクスピアの名作リア王の一節を恩と朗々と語りました。この時坪内さんは69歳ってんですが、実にお元気ですね。小説を書き演劇に情熱を燃やし、シェイクスピアの翻訳に努力し、そして教育家としても活躍して、日本近代文学の基礎を作り上げたという坪内逍遥さんは昭和10年の今日77歳の高齢で亡くなりました。